単純に東大入試だけで考えたら、うん、負担が小さいのは日本史と地理の組み合わせですよと、うんうん、どっちも合う人が果たしてどれだけいるのかってところはあるんで、はい、確かに、うん、武田塾チャンネル。春ですね。春です ね, ねもう、ま、たあのまた今年も受験の1年がやってきますよ。そうなんですよ。もう、ね、今だともうなんかね、花粉症みたいな感じでこうなんていうかこう、はいね、頭の中がこうぐちゃぐちゃになっちゃってる人もいっぱいいると思うんで、はい、こうすっきりさせちゃおうというこの番組は。すっきりさせましょう。はい、はい、この番組は何ですか。受験相談 SOS ですね。はい、山口先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、東大文系ならば日本史、世界史、地理の中でおすすめの科目は何ですかと。なるほど、はい、自分は日本史、うん、世界史、点点点みたいな、はい、うん、お答えしましょう。お願いします。3科目それぞれ別々に見ようと思うんですけど、まず世界史、はいはい、あの一般入試の私立とかで使うなら世界史はありです、うん、世界史単純に言うと、うん、世界史が一番量多いんですよ、はい、東大の社会の中だと。ただその私立でも使うような知識も結構いるんで、はい、あのだから一般で、まあ、総計とか受けるから、はい、その時に数学受験とかじゃ、うん、日本史受験じゃなくて、はい、世界史使うよって人だったら世界史を使うのは全然ありかなと、うん、なるほど、うん、結構被るわけですね。そこはそう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 、いいですね。で続いて日本史、はい、量は少ないけど、うん、正直かなり独特。独特、うんうん、あの知識あれば解けるって問題じゃない。そうなんですよね、うん、あの日本史何なんですかね、あれ。あれはその、はい、なんていうか情報収集能力がかなりいる、はい、うん、ああの情報を整理して何を聞いてるのかなっていう、あとは整理したりとかっていう能力がやっぱりいるんで、はい、頭使うんですよ、知識いらないけど、うん、なるほど。なんていうか努力でどうにかなるものじゃない可能性があるっていう、ちょっとコツつかまないといけないところですよね。なのでこう、うん、まあ、自分がその形式に合わないのであれば日本史はあまりおすすめしない。だから過去を見てみた方がいいと思うよと、うん、なんか思ってる以上に知識は基礎なんだけどこれ書けねえよみたいなのが多いかなと思って、うんうん、最後、なるほど、うん、はい、地理、はい、簡単、うん、簡単少なくとも地理がやれる子なら地理はすごい東大は解きやすいと思います、はい、なるほど。ただ地理自体が、はい、こう社会の中でも独特、うん、で、うん、あの地理が嫌いじゃない人なら地理はすごいおすすめなんですけど、はい、まあ、嫌いな人はいくらやっても正直合わないもんは合わない、うん、なんか、はい、やっぱ理屈っぽい人が地理は合ってるんですよね、はい、そうですね。なんか毎回自分の意見に理由を添える人とかですよね。ここでなんでこんなものが有名なんだろうとか理由考えたりとか、はいはい、ね、1位はこれなんですよって言われたらじゃあ2位は何だろうって気にする人だったり、ね、なるほどなるほど。単純に東大入試だけで考えたら、うん、負担が小さいのは日本史と地理の組み合わせですよと、うんうん、ただ世界史と地理はね相性がいいからね、はい、そうですね、うん、あと世界史と日本史も相性いいじゃないですか、はい、科目だし確かにあって、日本史地理って結構関連が薄いから結構飛びますね。やらなきゃいけない能力もちょっとずれてるところあるんで、単純な難易度で言えば、はい、日本史地理かなとは思うんだけど、まあ、合う合わないはあるけどね、はい、どっちも合う人が果たしてどれだけいるのかってところあるんで、はい、うん、確かに。だからまあ基本は世界史と日本史まずどっち使うかを決めて、はい、で地理が合うか合わないかで上りを決めればいいんじゃないかなっていうふうには思います。なるほど、うん、そういう感じでちょっと消去法ですね。はい、はい、分かりました、うん、参考にしてみてください。はい、はい、今回は以上です。はい、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね全部さ、勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いやもう何でも載ってますよあれは。あれね、逆転語学 .com っていうサイトなんですけど、それがですね、はい、こちらですね、こちらの方で、リンクで行くことができますので、あとちょっと動画でね見たい、はい、人たちであればこちら、はい、うん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですね。いや中井さんまだあるんですよ実は、下に今度コメントなんですよ。お、はい、あコメントね、そう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 、はい、受験相談に SOS の方でもね、はい、コメントの方もいろいろ返しておりますので、はい、よかったらね、はい、そちらでも、質問していただければと思います、はい。